U20TV をご覧の皆さん、どうも、U20 でございます。ということでね、まあ、あのいつものごとくね、まあ、今日はあの夕暮れのね、タワーマンションから、まあ、お送りしてるよねっていう話なんだけどね、まあ、あの今日ね、この U20TV を通して、てめえたちにね、伝えたいのが、まあ、あのマレーシア就職のね、話だよね。うん、あのやっぱりね、あのマレーシアにいる日本人がそのまだまだね、あの少ないっていうのももちろんあるし、マレーシアであの、まあ、移住をして就職をしたやつらのね、話っていうのがね、やっぱりなかなかこう日本の国内ではね、出回らないよねっていう話だから、まあ、そういうところをね、いい点もね、悪い点も含めて、あとはね、まあ、この U20 がね、最初にあのビザを取るためにね、いた職場でね、起こった、まあ、もう最強にブラックなね、職場があったからね、まあ、その点についてもね、あの今回は説明していこうと思います。ただね、まあ、これをね、あの U20TV を見てる、まあ、てめえたちっていうのはね、大体まあほとんどのやつが、例えばね、その何のスキルもなくて、まあ、職業経験も乏しいと、それね、結構どうしようもないね、まあ、そうだね、あの結構底辺のね、あのてめえたちがまあ多いと思うんだけど、まあ、そういうね、そうだね、まあ、例えば低学歴だったりとか、そのね、まあ、今最底辺の位置にいて、そのまあ日本で消耗してるね、まあ、てめえたちにとっても、まあ、一番ね、その就職するあのハードルが低いのがね、コールセンターだよね。まあ、あのコールセンターっていうのはね、まあ、まあ、言わなくても分かるかもしれないけど、日本のね、まあ、例えば何かのサービスを使っている、まあ、まあ、一般客っているわけじゃん。例えば何かの不満があったりとか、何かの問い合わせをしたかったら、まあ、電話をかけるわけだよね。その電話を、まあ、そのマレーシアにこう転送されてて、それを受け取るっていうね、まあ、実にね、まあ、シンプルな、まあ、仕事なんだけどね、まあ、そうだな、あのコールセンターの募集っていうのがね、例えばマレーシアだったら、まあ、クアラルンプールと、あとね、あのペナンっていう町が、ちっちゃい町があるんだけど、まあ、その2つでね、まあ、かなりあのコールセンターっていうのが、そのまあ募集の数としては、まあ、めちゃくちゃ多いし、その募集してる数に対して、まあ、日本人の数がね、もう全く足りてないと。例えばあの英語必須ですよみたいに、例えばね、その求人誌に書いてるようなあの、まあ、職業だったとしても、例えばね、もうてめえがもう英語ができなすぎてね、もう ABC しか分かんないと。でもそれでもね、まあ、ワンチャン受かる可能性はね、まあ、あるよねっていう話だよね。ただね、そういうコールセンターだったりとか、例えばね、そういう仕事にももちろんね、その当たり外れっていうのが当然存在するわけで、例えばね、まあ、俺が最初ね、そのビザを取るために、そのいた会社っていうのはね、まあ、間違いなくね、もう完全なもうブラック企業でしかなかったよねっていう話だよね。まあ、どういうところがね、ブラックだったのかっていうと、その仕事のオペレーション的にね、もう間違いなく、そのね、残業が発生するような、感じのね、やり方だったんだよね。例えば、まあ、シフトがね、9時から6時っていう時間帯が決まってるとするじゃん。だったら、その、例えばなんだけど、5時59分だとしても、そのね、電話を受け取れる状態に設定しておかなきゃいけないんだよね、そのシステムをね。だったらさ、例えばなんだけど、5時59分に電話がかかってきたら、当然、例えばさ、それがさ、なんかもう意味わかんないぐらいなんか うぜえやつだったら、例えばね、もうその対応にね、20分とか30分かかっちゃうわけでしょ。だからさ、帰るのがもちろんそのね、残業になって6時20分とかね、6時半とかになっちゃうわけじゃん。で、それでもね、残業代が一切つかないんだよね。で、俺はね、それでもう、例えばマネージャーとかにね、確認したら、いや、残業代つかないよみたいなこと言ってるから、いや、何言ってんだ、てめえと思ってね、契約書を、まあ、見直したわけなんだよね。その自分が書いた契約書。で、そのページを全部めくってると、その残業に関する記載っていうのが全くなかったんだよね。だからね、そういうのは本当に、もう、面接の段階とかにね、もし、例えば俺みたいに、絶対にね、もう、残業代が欲しいと。もう、そういうてめえはね、もう、まず、そうだな、残業が発生するかどうかっていうところをね、問い合わせをね、した段階で、もう、そもそも確認した方がいいよねっていう話だよね。あとはね、まあ、職場の雰囲気もね、まあ、めちゃくちゃね、もう、ブラックの極みだったよねっていう話なんだけど、例えばね、まあ、一応俺がいたところは、その、もう初めて日本人部隊みたいなところを、その、まあ、作るみたいな感じで、もう上がもう全くね、こう日本人っていうのがもういなかったんだけど、研修がね、まあ、1ヶ月半とかあって、まあ、そこからね、コールセンターみたいなところに配属されるわけじゃん。もうね、なんでかわかんないけど、もうめちゃくちゃ高圧的で、なんか、なんだろう、例えば英語だとしても、もうすべて命令形しか飛んでないような、なんかすごい環境だったんだよね。もう早くやれてね、みたいな。
ね、そういうなんかね、もう完全にもうプレッシャーを与えられるような、もうかなりねストレスフルな、まあ、環境だったよねっていう話なんだけど、そうだね、やっぱりそういうところとか、あとはね、例えばその人間関係もね、日本人があんまり少ないのにもかかわらずなぜかギスギスしてるんだよね、うん、とかね、なんかそういう風になんかもう雰囲気がとにかく悪くて、とてもね、もうリラックスをしてモチベーション上げてね仕事をできるような環境ではなかったよねっていう話だよね。あともう一点ね、U20 的にもうこれはね、もう一番もうありえないよねっていう点なんだけど、もう極めつけだよねこれは。うん、本当にありえないのがかわいい子がいないって言うんだよね。もうまあこれただね、本当に結構ね、仕事のねモチベーションを保つ上ではもう完全に重要だと思うんだけど、やっぱりねどれだけね、てめえの職場がねクソだったとしても、例えばちょっとね好きな感じの可愛い子がいるとか、例えば週末の夜とかはそのね狙ってることを一緒にねご飯に行ったりとか、家に例えば呼んだりとかして、まあイチャイチャするとかね、まあそういうのがやっぱり、まあ、仕事の楽しみでもあるわけじゃんね。そのまあ前回の U20TV でも言った通りね、まあコールセンターっていうのはね一応まあやれる職業2位なわけなんだから、まあそういう楽しみがね、まあストレスがある仕事だからこそそういう楽しみがあって当然なんだよね。うん、ただね、俺がそのいた職場ではまずもう女性が一人しかいなかったわけなんだよね。さらにまあもう完全にもうね、U20 的にもう恋愛とかねもう対象外になってしまう、まあかなりねその40代後半ぐらいのまあ女性だったわけなんだよ。うん、だからね、もちろんそういうところでもうね、何にももうね、そういう仕事外での楽しみっていうのが、まあ、その会社には一切見出せないわけでしょ。うん、だったらね、もうそこの会社にいる理由がないじゃんっていう話になっちゃうから。あともう一個ね、その注意事項としてマレーシアのね職場とかに会社とかに関しては、例えばなんだけど、その、まあ、ワークビザっていうのをね発行するのに会社はもちろん金がかかるわけでしょ。だからそのね、例えば日本人を雇うとしたら、その1年以内に辞めると、例えば罰金みたいなのがね大体の会社はあるわけなんだよ。で俺がいたところはそうだな、1年以内に辞めるとそのビザを発給するのに3500リンギットね、まあ、日本円でいうとまあ大体9万円ぐらいかなかかってる形になるんだけど、それをね辞めたら月割りで払わなきゃいけないっていう形になっちゃうんだよね。俺は時間の方が大事だったし、そんな小銭のために1年間我慢してね、そんなストレスフルな生活を送るのは絶対に嫌だったからね、もう普通に払ってやめたんだけど、まあ、半年でね、まあ、1800リンギットぐらいね、まあ、払って、まあ、やめちゃったよねって話だよね。うん、まあそれを我慢して1年やるやつもねすごく多いんだけど、まあ、そういうねもう何の楽しみも見出せないんだったら、もうさっさとやめちゃった方がもうね自分の若い貴重な時間っていうのはものすごく無駄になっちゃうわけだから、でそういうのはもう早く見切りをつけて、もう次の職場を探すだったりとか、例えばね、まあ、俺みたいに新しいビジネスをバチ上げて、まあ、マレーシアに留まると、まあ、そういう選択肢をね取ってみてもまあいいんじゃないかと思うよね。まあ、ただね、俺がねその、まあ、以前そのマレーシアにいたコールセンターね、まあ、これをねもうめちゃくちゃブラックだって、まあ、言ったんだけど、まあ、ただねこれも、まあ、マレーシアのね企業の中ではもちろんブラックだっていう話で、例えばねその日本のね同じようなコールセンターの職業だったりとか、例えば日本のねいわゆるブラック企業って言われるような会社と比べたらね、まあどうだろうな、どっちかといえばまあかなり俺はホワイト寄りだと思うよね。まあ例えばその日本のコールセンターのね、まあ俺は日本のコールセンターでも働いたから分かるんだけど、何が違うかっていうと、まずねそのホワイトな要素一つ目としては、インターネットがまあできると。うん、電話をね受けてない時間帯っていうのがまあ例えばあるわけじゃん。その時間にね、例えば日本だともうインターネットをしてるのをね、例えばそのリーダー的なやつに見られたら、てめえ何やってんだみたいな、めちゃくちゃ気になられるわけでしょ。なんかインターネット禁止みたいなね、なんかそういうルールがあるわけじゃん。うん、だからそういうのがねまずマレーシアだと全くないよねっていう話だから、うん、だからね、例えばてめえがね SNS とかでね仕事めっちゃつまんねえとかつぶやいても別に誰も怒らないよねっていう話だから、うん、だからねそういうところでストレスのね息抜きだったりとか、そのはけ口っていうのをねそのインターネットに求めることっていうのはできるから、まあそこは結構利点でもあるよね。で、あとまあもう一つとしてはね、例えばなんだけど、まあ休憩が比較的まあ自由にまあ取りやすいんじゃないかとは思うよね。うん、例えばなんだけど、ムスリムのねマネージングだったりとかはまあ基本的にそのお祈りの時間っていうのがもちろんあるわけじゃん。
うん、だからね、そのお祈りの時間になると、お祈りをする部屋に、まあ、例えば、10分なり15分なりっていうのを、まあ、1日にね、何回も行くわけなんでね、その決まった時間に。だから、もうそういうような感じで、一緒について行って、なんかもうしれっとね、なんかもう、お祈りのような休憩に行くような感じで、たとえね、てめえが、何の宗教も信じてなかったとしても、その、まあ、消えていってもね、まあ、別に誰も気にしてないよねっていう話だから、うん。だからそういうふうにね、自分のペースで休憩をね、ものすごく、まあ、取りやすいんじゃないかなって思いましたよね。まあ、だからね、そういうところも含めてね、まあ、日本よりはもちろんもうはるかにね、緩い環境で、仕事はね、たとえブラックと呼ばれるようなところでも、緩い、感じでね、仕事はまあできると思うからね。まあ、あんまりこうね、深く考えずにね、もう応募してみて、で、まあ、入って、もう合わなかったらね、もうさっさと辞めて次の仕事を探すと、ね、もうそういうふうにね、もう軽い気持ちでね、動いていくのが本当にね、大事だと思うんだよね。っていう感じでね、まあ今回ね、UTNTV はね、こんな感じでまあ終了という形になるんだけどね、まあ今後もね、例えば、まあこういうね、マレーシア就職だったりとかね、そういう役立つ情報だったりとか、まあ例えばね、みんなもういいところとかしか書いてなかったり、こう、曖昧なね、情報しかなかったりするから、そういうところにね、やっぱりこの UTNTV がね、まあ土足で、まあ踏み込んでいくようなね、トピックで、今後もね、てめえたちに話が、ね、できたと思いますんで、またチェックしてもらえたらと思います。ではね、また NEXT UTNTV でお会いしましょう。 See you! 少しでも変えた状況 On the my way